明治22年の東海道本線の全通まで、旧東海道は日本の東西交通の要でした。旧東海道からの富士山の眺めを調べる最終回は、見附宿の紹介と宿場町の出入り口、つまり見附のまとめをしたいと思います。見附宿について江戸時代の複数の文献が、西から来た旅人がここで初めて富士山を見つけたことから見附の地名が名付けられたとしています。宿場の出口である見附と関係があるのでしょうか。東海道は東京と大阪、京都を結ぶ日本の大動脈。東海道の東半分は日本の名峰富士山をめぐる不死身の旅路でした。今回紹介する見附宿は、東海道東西のほぼ中央にあった宿場町です。明治23年、東海道本線が開通した直後に作られた地図を見てみます。見附宿は赤い丸の範囲にある街区で、現在の岩田駅から 1.5km ほど北にありました。現在の地形を明治の地図に重ねました。見附宿は北から伸びた岩田原台地の中央にある夜間状の谷間です。台地に挟まれた谷にある見附宿の中には富士山が見える場所はありません。東側の坂を登った峠と南側の坂を登った峠から富士山を見ることができました。東側の坂の上は江戸時代に見附台と呼ばれた不死身の名所で、現在は富士見台という地名になっています。南側の坂の上には遠江の国の国府があり、古い文献ではここが見附国府と呼ばれていました。さて、富士山はどの方向に見えるのでしょうか。見附宿から富士山は北東の方向になりますから、北東の方向が開けていれば富士山が見えます。さて、先ほどの地図に戻ると、見附宿の出入り口の旧東海道の峠道はどちらも明確に富士山の方向を向いています。旧東海道はいわゆる富士山山あてになっていて、東海道を西から東へと向かう旅人は道の行く手の正面に富士山を見ることができました。見附台、つまり現在の富士見台から富士山を見ると、旧東海道の真正面に富士山が見えます。この場所で旅人は見逃すことなく富士山を見ることができたはずです。もう一つの峠、南側の坂の上です。今は建物があって富士山を道の正面に捉えることはできませんが、かつては旧東海道のほぼ正面に富士山が見えました。今では富士山が少し見にくいことにも訳がありそうです。周囲を見回すと、道の西側の建物より路面が低くなっていて、高道の傾斜を緩めるために道を切り通して、この付近が峠ではなくなったことが想像できます。かつては今より高い位置にあって、富士山も今よりよく見えたと思われます。こうして見ていくと、見附宿の宿場の中では富士山は見えませんが、かつて見附と呼ばれていた場所である宿場の出入り口の坂の上で、旧東海道の正面に富士山が見えたことがわかります。特に南側の旧東海道はわざとらしく屈曲していて、山あてとなっていることが偶然とは思えません。東海道を西から来た旅人が最初に富士山を見るのは、現在の豊橋市下五井にあった富士見茶屋とされます。つまり見附宿は富士山が見える西の限界ではありません。二川付近、浜名湖付近など富士山が見えた場所はいくらでも他にありました。それではなぜ江戸時代に見附で富士山を初めて見つけるという説が流布したのでしょうか。見附宿の坂の上では富士山が道の正面に見えたことが重要なのではないかと思います。このために富士山が見える日であれば、すべての旅人が足を止めることなく富士山を見ることができました。見附で富士山を見つけるという説が受け入れられたのはこの理由なのではないかと思われます。見附宿は西から来た旅人が初めて宿場の出入り口で演出された富士山を道の正面に見つけた場所だったのです。これまで10カ所の宿場町で富士山が宿場の中では見えないか目立たず、宿場の出入り口、つまり見附付近で特別に演出されているかのように富士山が見えることを見てきました。他にもありますから、こんなに数が揃うということは偶然ではないでしょう。
最後にその背景について自分の考えを述べておきます。まず現在に生きる私たちの中で富士山が見えることを喜びとする人は多いと思われます。しかし江戸時代の富士山は神様でした。敬虔な神の信仰を持つ人は常に神様を感じるのが当然と思うかもしれませんが、江戸時代の神仏集合の時代の人々が神様の一人に常に見つめられたとしたら、どのように感じたでしょうか。例えば山下和美さんのコミックランドは、神様が実在する異様な世界を描いています。この異様な世界の人々は常に四柱の神様に見下ろされて生活をしています。神様に見つめられている町の人々は常に緊張感と不安に満ちているかのようです。宿場町が常に神様の視点を感じる場所だったら、旅人に羽を伸ばして宿場町でゆっくり過ごしてもらいたい宿場町を運営する人たちが富士山が見えることを歓迎したでしょうか。しかも富士山は木の花の桜姫という女神様です。江戸時代の旅人のほとんどは男性でしたから、女神様の視線は特に怖かったろうと思います。18世紀初頭に富士山は有史以来最大規模とされる宝永大噴火を起こしました。江戸時代の人々にとって富士山は美しいだけでなく現実の脅威である荒ぶる神様だったでしょう。このような怖い女神様の存在を感じたら、宿場町で羽を伸ばすことはできなかったかもしれません。一方、町の出入り口はどうでしょうか。今でも町内へのよそ者の侵入はありがたくないことのようです。旧東海道沿いの村境や川を渡る橋のそばには、祭の神、道祖神、孔神など土坊の石神が比較的よく残っています。一方で、宿場町の出入り口に祭の神などを見つけることはまれなようです。宿場町はよそ者を受け入れることで成り立っていますから、旅人を目立って追い返すようなことはできなかったでしょう。しかし疫病や災厄を避けたい気持ちには変わりはないでしょう。石神の代わりに宿場町の出入り口では演出されているかのように見える富士山があったのではないでしょうか。特に東海道の山当てになっている富士山は道を塞いでいる祭の神の役割を果たしていたのかもしれません。富士山は孔神の年に流出したとされ、孔神との縁があり、祭の神は幸いの神、孔神と書いて孔神と同一視されました。富士山は孔神、そして祭の神と関連があったようです。なお富士山の道の神としての役割について記した文献はありませんから、これは私の考えを述べただけであって事実は謎です。以上で東海道の宿場町から見える富士山の一連のビデオは終了です。仮説として富士山が宿場にとっての祭の神の役割を果たしていたのではないかとしてみました。皆様のご意見をお待ちしています。